ギフフィーは J リーグ FC ギフのマスコットキャラクター。J リーグ加盟10周年を記念する特別企画として、クラブマスコットデザインを公募。様々な方々がマスコットを通じて、より FC ギフを知っていただきたいというクラブの思いに応え、応募作品は200点に上った。この中から、一般の会社員による喧嘩連携をモチーフとしたキャラクターが最優秀賞に選ばれ、 クラブの公式マスコットが誕生した。名前は、県名のギフを盛り込んだ上で呼びやすい語感があるものを、複数考案、最終的にギフィーに決定。名前とデザインは2017年7月22日、J2 第24節 FC 町田ゼルビア戦にて発表を行った。上記発表の前に、 ギッフィーの商標登録データが知れ渡り、デザインが流出するハプニングがあった。ホームゲームや各種イベントへの立体物としての登場は2017年10月1日、J2 第35節名古屋戦。試合前には SKE48 も参加したお披露目会が行われた。スケボーに乗ってさっそうと登場し、キレのあるダンスを披露。先輩マスコットであるミナモにも挨拶を行った。 公式マスコットキャラクターとして、ホームページその他 SNS、印刷物、キャラクターグッズなどに登場。皆様に親しまれるよう、地域のイベントにも参加し、スタジアム、FC、ギフを一緒に盛り上げていく。ギフ県の県下、レンゲソウをモチーフにした男の子。FC ギフの公式 YouTube チャンネル、FC ギフ TV 内にて、ギフィの動画も公開している。現在、 ギッフィーの白熱勉強教室、ギッフィーのレ霊やってみたなどのシリーズもののほか、マスコット総選挙 PR 動画や、17マスコット同期会メンバーとの動画など多数公開。ギッフィーのエティは、ギッフィーが主人公の4コマ漫画、ホーム開催時に配られる、マッチデープログラムと試合告知チラシで読むことができる。ツイッターと公式サイト内の新着情報でも、全話閲覧可能。 2021年8月28日に発売された書籍ギフフィーの本では2020年までの第125話まで収録されている。内容はギフ県の特徴や FC ギフの選手やスタッフの紹介など多岐にわたっている。その際にはオレンフトくん、ギフボウ、くんも登場することがある。また対戦相手のキャラクターも登場することがある。 2020年1月1日時点で94話まで公開されている。2019及び 2020J リーグマスコット総選挙の際には変則的なコマ漫画もギフィーのツイッター上で公開されている。こちらも書籍ギフィーの本に収録されている。アレッサンドロデルピエロ、ありがとうございます。